なんかでもこうやってやるとちっちゃく見えるね、手を置くと。手を見る方がいいかな。うん。いや、そんなことない。おお、そうだね、デフクミさん。これはあの人に教わりました。誰？釣りに連れて行ってくれた人なんです。俺このぐらいのブリ釣ったじゃん。うん。釣りで。うん。久保さん、こうじゃなくてさ、こう見せなきゃダメ。すっげえ近く見えるから。ギャルじゃん。まず両脇を切りました。ドピャピャドピャピャドピャピャー。